210フィートの距離を持つホイヘンスの空気望遠鏡。空気望遠鏡とは17世紀後半に開発された天体望遠鏡の一種である。大物レンズと接眼レンズが大きく離れており、共闘がない構造のものを指す。大物レンズは高い柱などに取り付けられる。観察者は手元に置いた接眼レンズを大物レンズに向けて観察する。大物レンズと 接眼レンズはアイヤーで連結されており、対物レンズはボールジョイントで固定されているため、観察者はワイヤーを使って望遠鏡の向きを調整することができる。この望遠鏡の発明者は明確ではないが、有力な説の一つによれば、オランダの天文学者、クリスティアン・ホイヘンスがアニ・コンスタンティンと共に開発したと言われている。ヨハネス・ヘベリウスの1673年の著書。 天文機械に掲載された巨大望遠鏡。8インチのレンズを使うために150フィートの焦点距離を設けている。17世紀から18世紀前半にかけて高倍率の望遠鏡開発が進められたが、いいものはできなかった。望遠鏡の倍率を上げるためにレンズを巨大化すると画像に波浪が生じて画質が低下するためである。人々はハローの原因が 光の屈折率が波長ごとに異なるため、すなわち色収差によるものであることを突き止めた。そして色収差を悪化させずに観察対象の大きさを2倍にするためには焦点距離を4倍にしなければならないことも理解した。これを解決するため、ポーランドの天文学者ヨハネス・ヘベリウスは150フィートの鏡頭を持つ天体望遠鏡を作っている。しかし、 このような共闘を支えるためには巨大な柱とクレーンが必要だった。この構造では望遠鏡の向きを大きく変えることができず、微風でも大きく振動し、時には壊れてしまうこともあった。1675年頃、クリスティアン・ホイフェンスはアニコンスタンティンと共に共闘をなくすことで焦点距離を非常に長く取った望遠鏡を作った。 空気望遠鏡の登場である。長い柱の上に対物レンズを取り付け、観察者の手元に節眼レンズを置き、対物レンズと共闘レンズをワイヤーでつないで一直線に並べた。対物レンズと節眼レンズにはごく短い共闘が取り付けられているが、その途中に共闘に相当する部品がない。また、対物レンズの高さが変えられるよう工夫されていた。対物レンズは、 ボールジョイントで固定してあるため、ワイヤーで向きを変えることができた。弟のクリスティアーンは、この望遠鏡を1684年に出版した本、アストロスコーピア・コンディリアの中で紹介している。なお、似たデザインの望遠鏡をアドリアン・オーズーやクリストファー・レンも考案している。ホイフェンスは、天体観測のため、いくつかの工夫をしている。例えば、 明るい惑星を観察するために像を白やつがみ、あるいは油を塗って半透明にした紙の上に投影させた。二択風をフィリップ・ドライールやニコラース・ハルト・ゼーカーも記録に残している。空気望遠鏡は焦点距離を長く取れる。クリスティアン・ホイヘンスラが1686年に作った空気望遠鏡の大物レンズ直径、焦点距離は2 0 0、mm、トル。 52メートル、220ミリメートル、64メートルだった。ホイフェンスはさらに、1690年に、ロンドン王立協会に190ミリメートル、37.5メートルのものを提案している。一方、アドリアン・オーズーらは、焦点距離90から180メートルのものを作っており、さらには、月に住む動物を観察するためとして、100フィートのものを提案している。 マルリーの塔として建てられた空気望遠鏡。イタリア出身でフランスの天文学者ジョバンニカシーニはマルリーの機械の付属施設として木造の塔を作り、後にパリ天文台の敷地に移した。そしてこの塔の頂上に大仏レンズを置き空気望遠鏡を作った。大仏レンズはイタリアのレンズ職人ジュゼッペ・カンパニアに作らせたものである。 カッシーニはこの空気望遠鏡を使い、1684年、土星の衛星、ディオネとテティスを発見した。イギリスの天文学者、ジェームズ・ブラッドリーは1722年12月27日、焦点距離212フィートの空気望遠鏡を使って、金星の直径を測定した。イタリアの科学者、フランチェスコ・ビアンキーニは1726年に、ローマで、 直径2.6インチ、焦点距離100フィートの空気望遠鏡を使って金星表面の地図を作成した。空気望遠鏡は操作が困難だった。そのため天文学者は新しい構造の望遠鏡を模索した。1721年、イギリスの天文学者、ジョン・ハドリーは改良したグレゴリー式望遠鏡を王立協会で発表した。 グレゴリー式望遠鏡は反射望遠鏡の一種でレンズを使わないため色収差が起こらない。しかし代わりに大面鏡が必要でこの正確な研磨が難しく、それまでは高倍率のものを作ると球面収差で像がぼやけてしまっていた。ハドリーはこの作成に成功し主鏡サイズ6インチのものを作り出した。教会メンバーのジェームス・パウンドとジェームズ・ブラッドリーが この望遠鏡と7.5インチレンズの空気望遠鏡と比較した。結果、画像が空気望遠鏡よりも明瞭であると判明した。18世紀になってアクロマートレンズが開発されると、再びレンズを使った望遠鏡の開発が進んだ。ありがとうございます。